ティッシュ楽器エフェクターコーナーでは、最新モデルからヴィンテージエフェクター、誰も見たことのないような珍しいモデルまで何でも買い取りを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。これだから来年改造エフェクターコンテストに出しますこんにちは、ティッシュ楽器の翔です。こんにちは、イクヤタナカです。こんにちは、ティッシュ楽器二平です。どうしたんですか先日、はい、先日ってかでもちょっと前なんだけど、僕がマイニューギアを持ってきて二平くんと踊り狂う動画があったでしょはいはいはい、踊ってましたね。呼び込みくんミニ、はい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 、はい、スーパーにいる呼び込みくんね、はい、もう僕スーパー行くとあの呼び込みくんを必死に探すのが日課なんですけど、呼び込みくんのちっちゃいやつが出て、はいはいはい、それ僕ウッキウキで見つかったんですよ3つ、はい、あの家用、スタジオに置いとく用、ここ用でなんて意味があるんだで、お店に持ってきたやつ話してさ、はいはい、あれすごいレスポンス良くてさ、そうですね、だからあのクラブじゃないですけど、うん、EDM ごっこができるっていうので、あの二平君と踊りました。はい、で、あれでも意外とさ、こうレスポンスいいんだよ。そのレイテンシーみたいなのはないんだけど、ボタンが押しにくくて、はいはい、むずいっすねって言ってたら、田中さんがちょっと借りるわっつって僕の呼び込みくんをさらっていったんですよでそれから時が流れ、うん、帰ってきたんです。ほうほうほう、僕の呼び込みくんミニが、はい、呼び込みくんミニ、うん、あのこんなごっつくなってもうミニじゃねえじゃないですか、うん、何も聞いてないんですけど聞いてないですよ、はい、いいでしょう。田中さんにさらわれてこの状態に帰ってて、それ真空管乗ったエフェクターみたいでしょ確かにこういうやつでダイキャスト、うん、アルミダイキャスト、タカチですか。タカチだよ。でもちゃんとエフェクターですよ。マジ呼び込みくんミニより高いっすよね、材料費。呼び込みくんミニよりね、こっちよりのこっちの方が高いと思う。そうそう、高いですよねシールついてるじゃないですか、ちゃんと。そうそう、TC チューンが作ったこれはあれですか、ボタンここにあったんだけど、はいはい、あ、そうですね、あれですか、そのボタンを押しにくい問題を解決するという、ボタンを押しやすいようになってる。だからこれ乗ってるだけじゃなくて、多分もう内臓を引っぺがされてこっち行ってんだよねあ、なるほど。あ、そうか、そうそうそう、うん、まずね、ボタンじゃなくなってるんですよ、ここは。はいはい、これですね。それです。押しますね、はい、はい、ここがボタンになったと。はい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 、押したら光るよ。押したらこれ LED だ。ちょうどハマったのよ。そこ光らせる意味なくないっすか。いや、しょうがないじゃん。うん、モメンタリーだね。モメンタリーです。はいはいはい、まあ押しやすくなった。うん、高橋名人もできない。16連射ダメだよ、スイカ割れるという感じになったんですよ。はい、うん、いや、止まるまで待たないといけない。止まるまで待たないといけない。一回押したら始まっちゃう。これはね、この子の仕様なんですよで、はい、あと何がアップグレードされてるんですか。あと、これが火、これがね、これでも今音変わんないでしょ。そう、今聞かないよ。アウトプットだ。アウトプット待って、ちなみに DC ジャックついてるのはこれは一応 9V で動く今 9V 電池が入ってるってことは、ここの裏にあったボタン電池は終了。いらない、いらない。それでも動く。動かない。基板の中入ってる。あ、基板さんもじゃあ内臓剥がされる。この中今ね、スピーカーしか入ってない。もうシリコ玉出されて中に入ってます。そうそうそう。あ、9V 電池で駆動するようにしたんですね。うん、うん、もうだ、高圧回路が入ってるってことですか。そう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 。9V からをこいつ下に下げる回路が1個あって、ね、もっと電圧低いですもんね。うん、3V にしてる。なるほど。なんでそんなことまでしたんですか。中で 9V 電池で駆動できるのと、DC にも対応してると。はい、これは便利ですね。便利です。うん、便利です。電池切れの心配ないですよ。アウトプットできるようになったってことで、はいはい、こういうことですな。はい。うんうんうん。ギターアンプにさせる。はい、ギターアンプにさせるんですよ。はいはいはい。だから呼び込みくんの音を60年代のブラックフェイスのフェンダーツインリバーブから音を出すこともできる。何やですか。何ですか。ちょっと鳴らしてみましょうか。ボリュームがこれが。そう、それがボリューム。まあ鳴りますわね。す
すげえベース音めっちゃ聞こえる。レンジが広がったね、うん、やっぱスピーカーがでっかいからね、スピーカーがでかくなるんで。あ、いいですね。ちょっといい音してるのちょっと悔しいですけど、うん、ベース音が聞こえる。これはいいや、いいですね。いいでしょ、うん、遊べるでしょ。そうそうそう、だって2チャンネルあるじゃん。ツインリバーブはそうですね。ギターとさ、こうできるわけでしょ。ギターを今こっちのチャンネルね。で、一緒に出る。おお。何あ、いける、頑張ればセッションできますよ。そもそも俺はこれ何を見せられてるんですか、これ。このだから呼び込み君と呼び込み君が進化した。できたよって できたよってTC チューンからのワンオフの呼び込み君カスタムが出ました。ワンオフの呼び込み君カスタム売らないです。売るもんじゃないです、うん、だって呼び込み君がないんだもん。もう、まあ、そうですね、うん、それな原材料がないので。いいでしょ、すごい。くだらないっすね。くだらないっすね。くだらないっすね。踊ってたやつが何やろ。なんかいろいろ可能性がありません。うん、だってさ、エフェクター可能性がいい。リバーブ効くでしょ。リバーブ効く。あ、アンプついてるもんね、リバーブ、ね、そうそう。お風呂屋さんじゃん。でなかなかこれ流れない。銭湯で呼び込み君は確かに。そうですね、それは再現できてますね。面白いでしょ。面白い、面白いし、すごいす、ね。ギターアンプにさえさせれば我々いろんなことできる。うん、本にしたからね、もう無限ですよ。無限ですよ。その力の入れ方がすごいっすわ、うん。これだから来年改造エフェクターコンテストに出す。エキシビジョンマッチ。特別枠。特別枠として。でもさ、これさ、こういう音の出る機械と考えれば、はい、エフェクターほらいろいろワーミーとか繋いだらもういっぱい遊べるよ。ルーパー繋いだらもう、ね、あ、うん、できますね。いろいろできる可能性は広がりますけど。ますけど。だからなんだって。まあまあまあいろいろ遊べる。はい。のです。のです。TC 中はこんなこともできますよ。あ、そうですね。いすね、はい、あの。そういうことにしましょう。まあ、TC 中はこんなこともできます。真面目にやってないけど。オーダーされてもやらない。やらない。やらない。一応まあこんなこともできます、ね。遊び心。ね、これあの、置いとくんで。僕のデスクに置いとくんで、はい、しまいないなと思ったら呼べばいい。これ鳴らせば志麻さん来るんで。それじゃなくても。なんかあれですね、ちょっといろいろこれで遊んでみたいと思います、ね、一個おもちゃが増えたよ。おもちゃ増えた、うん。マジでギター全く関係ないんだけど。関係ないですね、全く関係ない。本当に何しとんねんって話です、ね、本当ですね、はい。というわけで、なんすか、自由研究。自由研究。ほんとっすよ。はい、私が今日自由研究枠です。ございました。じゃあまた。はい。はい。また変なのができたらお知らせします。はい。ありがとうございます。ありがとうTC 楽器では宅配買取も受け付けております。無料梱包セットもご用意しております。